こんにちは、助産院バブバブ助産師のひさこです。はい、2歳のイヤイヤ期で気に入らんことがあったら泣きますよね。泣いてアピールしますよね。泣いてアピールする2歳児にママはどこまで対応してあげるべきなんでしょうね。泣かしといてもいいものなのか、でもまだまだいろんなこと説明してもわからへん年齢なんやったら相手してあげていろいろこう泣かさんようにしてあげるべきなのか、どっちがいいんやろうってね、悩むこと多いかなと思うんですけど、一つねそういう相談が来ていますので、はい、紹介したいと思います。頑張らんでええです。適当でええです。はい、では来ているね、質問読みますね。2歳2ヶ月のね、男の子を育てているママですね。自己肯定感を高める、育児を心がけています。しかし思い通りにならないと泣く子供。あまり泣かせないように気を引いたり手を変え品を変え工夫していますが、ずっと泣き続けても放置しておくことも必要なのかと未だに迷います。泣いたら自分の意見が通ると思ってほしくはないのですが、今はまだいろんなことを説明しても理解できないのなら泣かせないようにしてあげるのも大事なのかなとか、あまり押さえつけることはしたくないので迷い育児をしています。泣いても頑固として聞き入れないしっかりしたママさんを見ると、そうするべきだったのかとブレまくりで悩んでいます、ということですね。自己肯定感を高める子育てね、難しいですよね。自己肯定感ってそもそもなんやねんみたいなね、よくありのままの自分を認めることとかって言いますけども、ほんまありのままっていうのは、人間みんな得意なこともあるし苦手なこともあるし、長所もあれば短所もあるよね。みんな長所ばっかりでもうめちゃくちゃできた人間っていうのはどこにもいなくって、人間であれば誰しも短所、そこちょっとな直さなあかんよなみたいなこともみんな当然持ってますよね。それがまあ人間ですよ。そういうあかん自分も含めて、だからそれを開き直るっていうことじゃなくて、あかんからこれは直していかなあかんよな私、それを頑張ってる私、直そうとしてる私、まあ直せれてないけどな、でもそこに意識は持ってる私、いいんじゃねそれでって思える、そういうのを自己肯定感が高いっていう風に言うんですよね。いろんなことを成功できる自分を好きになる、いろいろってこうできる自分を認めれるっていうことではなくて、あかん自分もそのまま受け止めて、だからといって私は自己肯定感高いからダメでももうええねんではなくて、あかんよなここっていうことを認め、それを改善していこうとはなんとなくは思ってるけど、なかなか行動にも移せへん、こういう私が私やねんごめんやでみたいなね。でもそういうのも含めて、自分って一生懸命生きてるしえっかなみたいな、そういう気持ちやね。あとは自分はこう思ってる、他人はこう思ってる、意見が違うってなった時に、私はその意見にブレブレにはなりません、私はこう考えています、でもあなたはこう考えているんですよね、あ、意見が違うけどそういう考え方もあるんやね、なるほどね、でも私はこう思う、この軸はぶらせないわっていう、それを相手が違うものを受け取って、そこでグラ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 ってなるのは自己肯定感が高いとは言えないわけです。って考えると、この質問のママさんね、子供が泣いても頑固としてね聞き入れないしっかりしたママさんを見てると、そうするべきだったのかとブレまくりで悩んでしまいます。これ自己肯定感高いとは言えないのよね、このママ自身がね。正解っていうのはないから、もちろんいろんな人の意見を聞いた時に人間みんなブレるんですけど、それもそれでね、それをブレてる私っていうのを認めるのも自己肯定感っていうことになるんだけども、答えはないしね、迷いながらも私やってる、それでいいわ、迷いながらいろいろ影響を受けながら、ああやってみようこうやってみよう、ああどうだよう分からんわっていう私っていいやみたいな、そんな風にママ自身がね考えれたらいいかなと思いますね。子供を自己肯定感高くしたかったら、やっぱりママがまずね、自分のやり方、自分のして一生懸命、それが正解かはさておきね、一生懸命それに取り組んでる自分っていうのが素敵やなって思えるような、そういう心をママ自身がまず育まないと、子供に対して自己肯定感の高い子供っていうのはできないなと
子供の以前にママやぞというのはすごい思います。泣いてる時にどこまで止めるかっていうところなんですけどね、深く考えすぎだと思う。まず私これママの直感でいいと思うんですよ。こんなね、どうすることが正しいんかとか考えても、そのシチュエーションシチュエーションで正しい方法は変わってくると思うんですよね。はい、いつも同じじゃないんですよ。子育てって 1+1 は2じゃないんですよ。 1+1 は無限大なんですよ、子育てって、なのでこれが正解はないと思っておいてほしいんですね。まずね、子供がわがまま言ってイエーって泣いた時に手を変え品を変え、自分がそれをしたいなと思ったらやればいいんですよ。で今はもうテンション的にもそう、なんかもう気分も悪いし、もうほっときたい、これうるさいって思った時は放置すればいいしね。鬱陶しいではなくて、泣いてる子供をこうやってゆとりを持ってふんふんふん泣いてるなってこうやって見とける感じなんやったら見とったらいいしね。そのシチュエーションママの精神状態で、その泣いてる子供に対するどういう行動、どういう対処をしてあげればいいかの答えは変わってくるわけですよ。私はママの気分で動けばいいんじゃねって、直感で動けばいいんじゃないって思うわけですよ。正解はないんですよ。泣かしておくことで子供に何か支障をきたすかって別にないしね。いつもいつも24時間365日いつも泣いてる子供を放置してこうやって見てるんやったら問題やけど、もうママはそうなんで、ね、感情がある人間やから、今日はなんかゆとりがあって気分がいいから子供泣いててなんか可愛いなって見えるからちょっと構おうかなっていうこともあったりとか、自分が寝不足やったりとか、旦那と喧嘩して気分が悪くて泣いてる子供がいて、それに対してうるさいってなることもあれば、いろいろなのでその時その時に合わせていく、そしたら子供はいつもいつも無視されるわけでもない、いつもいつも構いまくられるわけでもない、いろんなパターンを経験する。そうやって子供って成長していくし、まあ、世の中出たらね、世の中って理不尽な場所なんですよ。世の中なんて、ね、皆さんがそれぞれこういろんな人関わってきたと思うけど、今までに人って理不尽じゃなかった？なんか急になんか機嫌悪い、あれなんか今日機嫌悪いですかっていう日があったりとか、相手がね今日なんかすごい機嫌いいなっていう日があったりとか、なんかこの人はなんか全然いつもなんか人見知りなんかなんか分からへんけど私に対してなんか態度が冷たいなっていう人がいたりとか、へーって思うような人って自分とはみんな違う人間なわけやから、全部ですよねですよねですよねっていう人たちばっかりじゃ全然ないですよね。いろんな人たちの中で私たちはうまくやり合いながらコミュニケーションを取りながら社会生活を営んでるわけだから、って考えたら子供もね、ママが家の中でいつもいつも手を変え品を変えで泣かさない状態にいつもいつも 100% してくれるママとか、いつも泣かしてばっかりでこうやってそれを相手してくれない凛とした強いママとか決まっちゃうと、それが当たり前になっちゃって、社会に出た時にこの社会の理不尽、社会の多様性っていうものに適応できなくなるのよ。なので家の中ではね、ママはママの感情をあらわに出しながら、その都度その都度同じ子供が泣いているってことに対して態度はいろいろ、パターン1、パターン2、パターン3、パターン4、パターン5いっぱいあっていいんですよ。子供からしたら、同じことして昨日めっちゃ怒られたのに今日何笑ってるとかなんでこんな怒られなかったの、みたいなとかいろいろあるんだけど、そうしながら子供はこの社会の理不尽を学んでいって、でいよいよ集団生活とかに入っていった時にいろんな人のいろんな態度にうまく適応できる力を得ていくわけですよ。なので子供が泣いているイヤイヤ期で、その子供にいちいちその理由を何が嫌なのかを一生懸命聞いてあげれる時は聞いてあげればいいし、こうすればいいんだよみたいなことを、ね、理論をね、正論をね、分からへん子供に説明したいって思った時は説明すればいいし、で今はもう相手したくないっていう時はもう無視しといたらいいし、でゆとりを持ってこうやって泣かすのを見とくれる時は見といたらいいし、その都度その都度変えていけばいいと私は思いますね。そういうことをすることで理不尽になっちゃう自分とか、今日はゆとりがあって優しい人に優しくできる自分、そういういろんな自分がいるけど、ママが見てたらママもそうだったから自分もそれでいいんだなっていう自己肯定感の高い子供に育つんじゃないかと思うわけです。なのでね、これ悩みすぎや、こんな自己肯定感を高める育児を心がけてるんやったら、ママがもっと素になればいい。
深く物事を考えすぎなくていい、しつけとか考えなくていい、ただただ自分の気持ちの赴くままに、ただただご飯を食べさせ、おむつを替え、あったかい寒いをちゃんとしのぎっていう、で時々ハグをしてあげて、スキンシップをしてあげてっていう、あの基本中の基本の生きていく上で絶対必要なところさえ押さえとけば、あとは深く考えずに子育てをする、そして私も理不尽だ、ごめんやで、あは、これが子どもの自己肯定感を高める子育てと思っています。もうね、いろんなママさんとお話すけど、やっぱりみんなね、あの子供に幸せになってほしいからこそ、あのこうあるべきかな、ああするべきなんかなってすごく悩むんですけどもね、まあね、常識範囲を逸脱するような、まあね、虐待であったりとかっていうね、そういうところにならない限りはね、皆さん愛情を持ちながら、イライラしながら、時には腹立って怒鳴りながら、暴言吐きながら、無視しながら、そんなんしながらも子供は可愛いな、寝顔はなみたいな気持ちで子育てしてるっていう時点で、子供たちはね、ちゃんとまっとうに育っていきます、大丈夫です。なので子育てもっと力を抜いて、深く考えすぎず、まあなんとかなるわぐらいの気持ちで、素の自分、感情をしっかり出して、それによって子供の自己肯定感を育てていってあげてほしいなと思います。私もいろいろですよ、子供が泣いてる、あ、無視する時もあるし、相手めっちゃする時も、うざいぐらいに相手する時もあるし、もう、あ、もううっとうしい、うるさい、ガン無視の時もあるし、もういろいろです、うん、それでいいんじゃないかな、ね、人間感情があるからね、出していきましょう感情。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。